さて、じゃあ、どの程度、計算量がですね、改善するかということで、これは定理として、まとめることができます。と、ここでの定理は次のようなものです。10CN 桁の整数の乗算の計算量は、θ の n のログ3乗で見積もられるというものです。で、ここでのログはですね、LG と書いておりますけれども、これはこのテキスト特有の記号で2を定とする対数であることに注意してください。で、だからどのぐらい結果の改善しているかっていうと、この n の指数ですね、2を定とする3の、ログっていうのが、後で出てきますけれども、大体 1.5 いくつということで、2よりは小さいわけですね。ですので、ほんの少しですけれども、通常の、素朴な乗算の計算量よりも、その計算量の見積もりが改善されているということが言えます。まず結論はそういったところで、で一応ここからはその、証明のアウトラインを述べていきたいと思います。ここで証明ではですね、この2の n 乗桁の整数 a と b の乗算の計算量を t という関数で表すことにします。t の2の n 乗というふうな関数で表します。こんな感じですね。ただし t の1は1ですね。t の1を1として、それからラージ n を2の n-1 乗とします。そして、今、この A と B ですね。A と B が、10の、なんだ、ごめんなさい。あ、そっかそっか。今、2の、あ、これ、ラージ N が2の N-1 ですから、今、例えば2の N 乗桁の整数ですね。A と B が2の N 乗桁の整数で与えられていたときに、まずこの A をですね、A と B をそれぞれ上位2の n-1 乗桁と下位2の n-1 乗桁の整数の和として表すことにします。で、この時にその A と B の積を計算しようとしますと、その唐津波の方法で計算するとですね、その2の n-1 乗桁の整数の乗算が3回現れることになります。どこに現れるかというと、今この黄色でハイライトした部分ですね。まず A1、B1、それから2個目は A1-B0×B0-B1、で3個目は A0×B0 という、この3回ですね、3個ですね、現れると。で、2の N-1 乗桁の整数の乗算が3回現れまして、ここの計算量は 3×T の2の N-1 乗と。2の N-1 乗桁の乗算の計算量を T という関数で表してましたので、こういう形で表すことができます。で、もう一つ、2の N 乗桁の整数の加算というのが4回現れまして、で、計算量がこれは 8×2 の N 乗で抑えることができます。その理由はこれから述べます。その理由はこれから述べますけれども、一応この2つを認めますと、この全化式を解く問題になるわけですね。2の n 乗桁の掛け算の計算量が、2の n-1 乗の掛け算の計算量の3回分プラス 8×2 の n 乗と、この全化式を解くことで、この2の n 乗桁の整数の乗算にかかる計算量を見積もることができるというわけです。では、これからですね、この下の方にあるこの2の n 乗桁の整数の加算4回で計算量が 8×2 の n 乗で抑えられますっていう話を、内訳をちょっと説明します。と、先ほど出しました、このですね、計算に現れる加算の回数を見積もるわけですね。で、まず、2の n 乗桁の加算が何回起こっているかっていうのを見ていきますと、最初にこの a-a0 の計算、それから b0-b1 の計算ですね、この部分で2の n-1 乗桁の加算が2回起こっております。で、2の n-1 乗桁の加算が2回起こっているので、これを2の n 乗桁の加算1回分とみなすことにします。
いいですかね。だから2の n マイナス1乗桁の加算が2回あるから2の、これは2の n 乗桁の加算1回分だというふうに変、まあ、変換するわけですね。でそれから、2の n 乗桁の加算というのも実際にあってですね、これは、この積プラス a1b1 プラス a0b0、この括弧の中の計算ですね。この括弧の中のこの加算というのは、2の n 乗桁の加算の数の加算になっていて、これが2回あるということになります。で最後に、この一番外側の加算ですね、この2つのプラスの部分を計算するんですけれども、これがですね、実質的に2の n 乗桁の加算1回になっているというのを、説明したのが次の図です。と本来ですと、この桁ですね、この桁全部の数の大きさをまとめると、これ2の、n プラス1乗のこう長さの数になってしまうんですけれども、ただよく見てみますとこの最初の数ですね、 a1b1×10 の 2n 乗っていう数と、それから次のこの括弧 ×10 の n 乗っていう数と a0b0 っていう数、3つの数ですね、これ桁が少しずつずれてるんですね。どのぐらいずれてるかっていうと、2の n-1 乗桁だけこうずらして計算するわけです。そうすると実際にその加算が起こっている箇所っていうのは、この2つの数がの桁がですね、こう重なっている部分ですね。この重なっている部分、1つはこの上の重なり、もう1つはこの下の重なりと。で、この上と下の重なりの分だけその実際に加算が行われていると。でその重なっていて、桁が重なっていて加算が行われている部分っていうのは、実はこれ全部まとめると2の n 乗桁ですよと。いうことなので、まあ、ここで加算2回やって行っているんですけども、実質的に2の n 乗桁の加算が1回で済ませることができます。ということで、先ほど の話とまとめると、まずここで2の n 乗桁の加算1回、次にここで2の n 乗桁の加算2回、最後にここで2の n 乗桁の加算1回ということで、以上で2の n 乗桁の加算が4回分ということになります。で、その計算量がですね、その 8×2 の n 乗で抑えられる、わけなんですけれども、これは加算のアルゴリズムのやったときにですね、1桁の加算、1桁の数の加算を行うときには、実質的には加算2回行うという話をしました。1つはその桁の数自体の自身の和ですね。でもう1つは下の桁から繰り上がってきた桁との数との和ですね。でだからその桁自身の数プラス繰り上がりとの和をするので、1桁の加算を行うのに、2回加算が必要だという話をしました。ですので、2の n 乗桁の加算1回やるには、まあ、計算量は 2×2 の n 乗で抑えることができると。でその演算が4回起こりますので、まあ、全体の計算量は 8×2 の n 乗で抑えることができるというふうに結論付けることができます。ここまでいいでしょうか。はい、そうしましたら一応この全化式をですね、あとはこうまとめて、こうざーっと計算していきます。まあ、基本的にはこの2の n t の2の n マイナス1乗っていうのをどんどんその、t のより下の小さいべきのところまでずっと展開していくわけですね。で最終的には、この一番下のような式になるまでこう展開することができます。で、まあ、このような形で最終的にこの全化式を展開していきますと、まあ、この t の 2の n 乗、t の0、2の0乗か、t の1は1ってことになりますし、それから後ろ側の括弧の部分というのは、まあ、よく見ますと、これ、公比3分の2の等比数列の和ということになりまして、この部分は 16×3 の n 乗マイナス2の n 乗という形でまとめることができます。で、まあ、以上のようなことで、式をまとめていきますと、t の2の n 乗というのが、17×3 の n 乗マイナス 16×2 の n 乗ということになって、これは3の n 乗に比例するということでまとめることができます。で、
あと t の2の n 乗イコールその θ の3の n 乗からですね、あとはこのログの t を変換することによって、この計算量は θ の n のログ3というログ3乗ということでまとめることができまして、でこのログ3というのは 1.59 より小さいことが分かっていますので、これは n の 1.59 乗よりも小さいというように見積もることができます。ちょっとこの辺の計算は多分皆さん、各自でチェックしていただくとよろしいかと思いますので、後でチェックしてみてください。まずここでです、ここまでですね、この唐津波のアルゴリズムで整数の乗算を行ったという話をしました。どうでしょうか。それでは次に進みたいと思います。